はいどうも、じゃあササヤンです。本日もニュースをつっついていきましょう。とかく左寄りの人たちは人権問題を欧米に学べと言っておりましたが、それが幻想だったというのはですね、昨年の BLM の一件でもう皆さんね分かったかと思うんですけども、今日はそれをダメ押しするもう一つの欧米化というニュースをご紹介させていただきます。僕の喋りを聞いて目のつけところがいいねと思った方はですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは記事読みの方から参りましょうか。朝日新聞より、見出しがですね、中国と EU 投資協定で基本合意、人権問題脇に経済優先ということで、もういきなりね人権問題脇に置いちゃうというような刺激的なタイトルが並んでおりますけども、それでは早速本文の方読んでいきましょう。欧州連合各国 EU と中国の首脳が30日オンライン会議方式で会談し、互いの市場に企業が参入しやすくなる投資協定で基本合意した。米国の政権交代を前に EU と関係を強化しておきたい中国と、成長を続ける中国経済の取り込みを目指す EU の思惑が一致した。人権問題では両者の溝が深く、 EU 内から批判が出る可能性もある。はいストップ、いつも国連の方からやってきましたって感じの方いらっしゃるじゃないですか。いつも日本はね人権がナッシングだと言ってる人、あの人たちはわざわざ遠出して日本に来るよりですね、お近くのブルッセルだとかベルリンだとか、まあ EU をちゃんとねご訪問された方がいいですよということなんですよね。でももしかしたら僕の勘違いなのかな、もしかしたらなんですけどもね、しょっちゅう EU に言いに行ってるんだけども誰も耳を傾けてくれないと、そういうことなんでしょうかねよくわかりませんけれども、でこの協定では中国政府が自国企業に出す補助金に問題がないかを点検したり、中国側が求める技術移転に歯止めをかけたりする仕組みを想定、その上で自動車やエネルギーなどの分野で相互の市場参入の拡大につなげる、また中国側労働者の権利保護に取り組むと約束したという。へえ、あの中国が労働者の権利を保護するね。チベットライブズマターだとか、新疆ウイグルライブズマターだとか、まあそんなことがあの国に起こらないことは、香港のリンゴ日報の社長がねこの前再度拘留されたことを見てもね、もう全く信用できないことは分かっているはずなのに、 EU の人たちもね頭の中で幸せ回路が発動しちゃってるんでしょうかねはい、それで EU 側では欧州議会の承認も含め協定発行まで数ヶ月から1年単位の時間がかかる見通しだ。交渉は2014年に始まってから難航が続いたが、6月からこの年末までに EU の持ち回り議長国を務め、自動車をはじめ中国市場で稼ぐドイツが交渉妥結を急いでいた。コロナ禍からの経済回復を目指し、再び成長軌道にある中国との経済関係の強化を優先した。あら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 、左寄りの人たちな、できる女メルケルさんが合意に中国経済にずっぽしズボズボって感じで前のめりになっちゃった、そういうことなんですよね。そもそもドイツという国は原発ゼロを目指しますとかかっこいいことを言ってる割にですね、やってることが矛盾だらけでございまして、原発大国のフランスから原発で作られた電力を買っておいて、自国の原発は NG なんだけども、隣国の原発のエネルギーは率先して買い付けるというのは全くもってわけわかめな国なんですけれどもね。しかも今のドイツは原発の大改案として石炭火力発電を稼働させているんですけどもね、そのおかげで CO2 の排出量が年間3600万トン、2001年当初よりもですね約 5% CO2 がね今増加しているということなんですよ。まあつまるところですね、ドイツというのはええかっこしいだけの口だけ番長ということなんですよね。いや参っちゃうよね。でEU はこれまで中国を統治システムが異なるライバルと位置づけるとともに、香港や新疆ウイグル自治区などでの人権抑圧をめぐり繰り返し懸念を表明してきた。だがこうした問題を脇に置き投資協定を急いだ形となった。おっとここ大事なんで、テストに絶対出るんでね、今すぐカラーペンでギュッと引いておきましょうか。入試問題はこのように出ます。メルケルさんが国際的に疑いの目で見られています。それはなぜでしょうか。これに対する答えがですね、香港や新疆ウイグルの人権問題を脇に置き EU 中国投資協定を強引に結んだため、これを40文字以内で答えなさいというふうに出るので、ここは5点満点の文章問題なんで落ち着いて解いてください。普通にやれば点数取れますからちゃんとチェックしてくださいねって、俺はどこの予備校の先生だよはい、それで欧州議会のビュティコファ議員、これ緑の党と書いてあるのでドイツの政党なんですかね、この方はドイツ紙に自国の自動車産業が再び利益を得るために他の全ての問題をないがしろにしていると非難した。まあそうなりますわね。緑の党さん頑張ってくださいということでね、中国側は習近平国家主席が9日マクロンフランス大統領との電話会談で、投資協定交渉の妥結を急ぎ中国と EU の関係を新たな段階に進めなければならないと指摘。23日には李克強首相がスペイン、オランダ両首相と電話会談を行い、
電話で会談し、早期妥結の姿勢を示していた。中国は周辺国との関係強化を急ぐ。トランプ米大統領と違って国際協調路線を取るバイデン氏が対中包囲網を形成することを警戒するためだ。そもそも米中対立の構図は変わらず、制裁を受けた半導体など工業分野を中心に米国とデカップリング、切り離しが進むのは避けられないと見る。はい、ここで重要な事柄が出てきましたね。中国が EU との投資協定をこのように急いでいるのは米国の動きが読めないから、あるいはもうちょっと踏み込むとバイデンになっても米中外交は基本的にネガティブになる可能性があるので、とりあえず今固められそうな EU を確実にね固めておこうと、そういう腹積もりなんですよね。で、中国にとって工業分野などでのサプライチェーンを維持するためにも日本や EU の重要性は高まっている。日本とは11月に合意に達した RCEP によって初めて自由貿易協定を結んだ。 EU や日本との関係強化は両者と米国との関係にくすびを打ち込むことにもつながる。中国政府関係者は米国と一緒になって中国をいじめるような状況は何としても避けたいと狙いを話す。おしまい。ということで、 EU 特にドイツが前のめになっているのはもう明らかでありまして、その理由は EU 域内での景気がなかなか回復せずにですね、コロナも収まらないどころか再度ロックダウンをしている始末ですからね。今ね、どっかのテレビ局の玉の川さんはですね、やれ非常事態宣言だの、やれロックダウンも辞さないだのと簡単に言ってくれますけども、ロックダウンをやっている EU がどれだけ経済的なダメージを負ってるか、今から飛んで見に行ってこいと、そう言いたいところですよね。本当にね、そもそも創建的なね、あの方のそもそも創建的な言い方をすれば、そもそもスペインやイタリアではコロナがなくても雇用が全然ダメだったんだしね。それに加えてイギリスがこの1月1日に正式に EU 離脱をしちゃいました。景気が悪くて先行きも不安定だから、実は EU って世界で一番心理的に追い詰められていそうなですね、悲壮感すらあります。その一方で中国経済といえばですね、半導体工場の操業停止だの、マンション不動産が売れないなどね、調子が悪いのは事実なんですけども、それ一辺倒ね、調子が悪い一辺倒ではなく、実はですね、自動車マーケットは急回復しています。なんで不景気の時代に自動車が売れるんだよっていう話なんですけども、中国はここ数年大都市を中心に渋滞対策だとか、あるいは大気汚染対策のためにですね、ナンバープレートの発給制限をしておりました。つまり新車登録を政府がこのナンバーの発行をボトルネックにしてコントロールしていたというのがですね、実態なんですよね。ところがコロナ禍で全産業が落ち込んだのを機にですね、ナンバープレートの発給制限を緩和しだしました。特別なコネだとかですね、あるいはね、袖の下からお金を出さなくても普通の人が普通に車を買える環境が整ってきたということなんです。もう世界を嘲笑うかのように北京モーターショーだとかですね、大小様々な自動車イベント、2020年もこの今年ですよ。あ、今年じゃないか。去年になりますよね。去年の2020年の秋口にもですね、大々的に自動車イベントをやっているんですよ。それに加えて、膨大な公共工場を今やっておりまして、トラック、商用車、それから建設機材も増産体制に入っております。調査会社の米アーサー・ディ・リトルトによると、中国の自動車産業は4月にプラスに転換。5月以降はですね、2桁増を続けておりまして、このままいけば通年でなんとなんとプラスになっちゃう可能性もあると、そんなリポートを出しております。要するに中国は GoTo トラベルの代わりにマイカー爆買いを奨励中でして、それで需要を無理やり作っているんですけども、ただ自動車メーカーにとってはですね、中国政府公認で売って売って売りまくれ、それで景気を下支えするろうと言われているようなもんなので、トヨタだってフォルクスワーゲンだってこのビッグウェーブに乗らなきゃ損損っていう感じなんですよね。中国の本格的な景気回復は2022年と言われておりまして、つまりこの2021年という年はですね、自動車販売で引き続きですよ、経済を支えていけと、いけいけどんどんということでね、それによだれを垂らしてですね、やる気元気いわき、違った、やる気満々なのがですね、自動車メーカーを多数抱えている、メルケル首相ということなんですね。だから人権よりも経済優先ということなのかもしれません。まあ EU の中にはですね、フランスのマクロン大統領のように面と向かって王毅外相にあんたのところの人権はやばいぞと言っている人もね、確かにいますので、最終的にどうなるかわかりませんけどもね、いずれにしてもメルケルさんが本物の首相なのか、あるいは口ばっか大将なのか、こうご期待ということでございます。あとトランプ VS バイデンの論争ちょっとだけね触れちゃいますけども、日本の保守層の人はトランプ推しでね、バイデンはちょっとねというような構図が成り立っているんですけども、その理由は中国と日本が対峙する中で、どっちがより日本の味方で、どっちがより中国の味方なのかというね、要素が強いと思うんですが、それで選んでる要素が強いと思うんですけども、当の中国がどっちにしても米国を警戒しているというのが面白いですよね。中国も米国の本心を測りかねているというのが実態じゃないかしらね。計算できない米国に今注力するよりは、手緩いメルケルを先に落とせっていうことなんだと思います。まあそんな感じで EU と中国
中国の投資協定、とりわけ左寄りのお手本だったドイツでさえ、あんたら人権よりも経済優先かと朝日新聞に言われちゃうお粗末なお話でございました。じゃんじゃん。ということで、話が真面目すぎたので、最後くらいは謎掛けでゆるっと締めたいと思います。ヨーロッパに出張とかけまして、これからスーパー銭湯と解きます。その心は EU に行こう。はい、今年ものっけから爆弾低気圧なギャグが襲ってきておりますけれどもね、見てくださいよ、もうこのね、雪、もうまさに爆弾低気圧の中に僕自身が今いるんですけどもね、本日も面白かったよ、ためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。